ペチョールイの紋章1925年のエストニア地図、ペ,ペチョールイ、エストニア語及び南エストニアのセト語では、ペチェリは、ロシアのプスコフ州西部、エストニアとの国境沿いにある町。人口は2002年全ロシア国勢調査で13,056人。エストニア人、特に、セト人も数百人住んでいる。ペチョールイは、 ペープシコの南西に位置し、州とプスコフの西 50km の場所にある。町の中心から北へ 3km のところに、エストニアとの国境とピューサ川が、東西に走り、ピューサ川は北東へ 20km 流れて、ペープシコに注いでいる。ロシアとエストニアの首都同士を結ぶ、最短距離の路線である、ボロゴエドのオプスコフタルトゥタリンを結ぶ鉄道が通り、 街の近くにエストニアとの国境駅である、ペチョールイコールプスコフスキー駅がある。ただしモスクワタリン間の旅客列車は、ナルバを回るためペチョールイを通らないが、貨物列車は、頻繁に通っている。近郊のイズボルスクにある中世ロシアのクレムリン、ペチョールイは16世紀、プスコボペチェリスキー修道院に隣接する集落として、誕生した。 同修道院は1489年に開かれた洞窟修道院で、ロシア語のペチョールイという地名も、おそらく洞窟が由来であり、町の紋章にも洞窟が描かれている。この集落はやがてロシアの国境貿易の重要な町となった。イヴァン4世の時期には、モスクワ大公国の西部国境を守る要塞でもあった。このような位置関係から、ロシアに侵入する。 様々な軍により攻略されている。ポーランド・リトアニア共和国の国王ステファン・バートリは1581年、プスコフ攻撃戦の最中に、ペチョールイを略奪した。また、スウェーデン軍やポーランド軍が1592年、1611年、1615年、1630年に、ペチョールイを占領し、1655年から1657年に、 かけても占領されている。大北方戦争が勃発すると、ロシア帝国は、ペチョウ類の要塞を増強し、1701年には、ボリスシェレメテフ率いるロシア軍がここで、スウェーデン軍と戦った。やがてロシアの領土がより西へと広がるとペチョウ類は、貿易や国防上の重要性を失い冒却されたが、1886年から1889年に、 かけて、プスコフ・バルガ・リガを結ぶ鉄道が建設されたため、再び発展の機会を得た。1918年になり、ロシア政府から死の地位を得た。1918年2月から12月、ペチョールイはドイツ軍に占領された。さらに、エストニア独立戦争においては、エストニア軍により1919 19年3月29日に、陥落した。タルト条約で、 ペチョールイとその周辺地域はエストニアに帰属することになった。戦艦期、ペツェリは当時のエストニア共和国を構成する11の県の一つ、ペツェリマーの中心だった。1940年6月にソビエト連邦がエストニアへ侵攻して占領し、1940年7月21日にエストニアソビエト社会主義共和国が成立し、8月6日には ソ連への編入が行われるとペツェリは再度ロシア人の支配下に置かれた。第二次世界大戦では1941年8月から1944年8月11日までドイツ軍に占領された。ソビエト連邦がナチスドイツからエストニアを奪還した後、ペツェリとペツェリ県の大部分はロシアソビエト連邦社会主義共和国のプスコフ州に 移管された。以来、ソビエト連邦の崩壊とエストニアの独立回復を、経た今日もロシア領となっている。2005年5月18日、エストニアのウルマスパエト外務大臣とロシアのセルゲイラブロフ外務大臣は、両国間の領有権問題について、国境協定を交わし、ソ連による、境界変更により構成された現状のロシアとの国境線を確定した。 しかし、エストニア議会が、この協定を承認した際、一部の政治家から出た、タルト条約は、未だ有効で、ペツェリは、形式的には、現在も、エストニアの一部であるという意見に、ロシア政府は激しく反発した。パエト外相はエストニアは、ペツェリを回復する意図はないことを強調している。2014年2月18日、ラブロフとパエトの両国外相は、 旧ソ連時代の国境線に従って、両国国境を確定する条約に署名した。これに従って、エストニア議会は、国境条約批准プロセスを進めたが、その後は、ロシア側が、エストニアの、反ロ感情について、抗議を繰り返し、2019年に至っても、批准プロセスは停滞したままとなっている。プスコボペチェリスキー修道院ペチョルイの一番の、名所は、 町の成立のもとにもなったロシア製教会の洞窟修道院、プスコボペチェリスキー製神女修身修道院である。修道院は町の郊外に位置し、クレムリンとしても機能した。1532年完成の首労や1541年完成の生新女副音大聖堂など、16世紀に遡る建築物群がある。ペチョールイ市街には、 歴史博物館も所在する。近郊のペチョールスキー地区内には、イズボルスク村にある、イズボルスク要塞、ペープシコのコルピノ島にある、旧聖主権栄大聖堂、セノにある1562年剣道のゲオルギア、聖堂などがある。主な企業には、壁や床のタイルを製造する、ユーロセラミカ社がある。加えて、建材、セ維、食品などの工場もある。 周囲の農村地帯では、穀物や野菜、芋、家畜などが生産される。AB、バットラ、ID、モスクワ、ボーダートリーティーオントビーラティファイドイフ、エストニアダズン s チェンジコンダクト。b, b n if s R, R, HTTPS, ニュース R, yeah, 833760。 モスクワボーダートリートィーオンティビラティファイドイフエストニアドーズンティーチェンジコンダクト2019年3月30日閲覧バットラアイリーバジェットカッツメイビーネセサリーディスイヤーセズラータスアー h ッチティピエスニュースアーイエー922005バジェットカッツメイビーネセサリーディスイヤーセズラータス2019年3月30日閲覧 ありがとうございます。